皆さんこんにちは。三重県総合博物館ムネムの館長の森谷と申します。よろしくお願いします。今日は皆さんにこの、基本展示室の概要について少し説明させていただきたいと思っております。すでに皆さんご承知のように三重県というのは北から南までかなり長い海岸線を持った、南北に長い県です。で、大きく分けて北西、伊賀、中西、伊勢志摩、そして東紀州というような大きく5つの地域からなっている県でもあります。で、このように南北に長い県ですので、それぞれの気候風土といったものが土地土地でかなり異なっております。それに合わせてそれぞれの地域での人の営み、文化、歴史といったものにもそれぞれの地域ごとの特徴があります。で、この総合博物館ミエムではですね、基本展示室でこのような豊かな自然、文化、歴史を持つ三重県のいろいろな側面を展示しております。で、入ってすぐのこの部屋のところには三重県の主だった地域等のパネルが展示されております。で、その横にはですね、古い時代、いわゆる恐竜等が住んでいた時代の様子といったものも展示しております。で、中に入っていただくと壁沿いというか外周にはですね、それぞれの地域の自然、これを特にいろんなディスプレイで紹介をしております。で、この中には大台ヶ原や大杉谷のような非常に雨の多い地域、あるいは伊賀だとかその他いわゆる中山間地での自然と人の営み、さらには、伊勢湾周辺の海に沿った地域でのですね、海と人とのつながりといったようなものを多角的にいろんな、パネルあるいは、展示品等で紹介しています。またすで、にご存知のようにですね、三重っていうのは海女さんによる漁も盛んです。そういった伊勢志摩で見られるような海女さんのいろんな道具だとか、あるいはそこで取られるものなども見せております。で、中央部に行きますと、伊勢参りでご存知のような恩師屋敷というもののジオラマで展示しています。またそれに関わる、江戸時代あるいはその前からの人の行き来といったようなもの、これをいろんな資料で展示しています。で、出口付近になりますと松坂商人と、あるいは元織宣長から始まるいわゆる国学のネットワークといったものも展示しています。このようにいろんな自然、文化、歴史に関わる展示物をたくさん用意していますので、ぜひともじっくりとそれぞれの展示を見ていただいて、一つでも興味がある、あるいは関心を持たれたことについてじっくりとまた調べていただけるといいかと思います。また当館の学芸員がですね、基本展示室のそれぞれのポイントポイントについての動画解説も行っておりますので、そういったものを参考にしてですね、三重県の歴史、風土、あるいは文化といったものを理解していただければと思います。何よりも実物を見ることが非常にインパクトがありますので、ぜひとも当館にお越しください。お待ちしています。以上です。